感謝の気持ちを伝えよう。僕が、感謝を伝えたいのは兄です。まあ、自分がサッカーを始めたきっかけも兄の影響でもありますし、私生活や仕事においても、海外に目を向けて語学を学んだり、今自分がこうして海外でサッカーをやっているっていうところにも、影響を受けています。なので自分は、兄に感謝の気持ちを伝えようと思います。少し照れくさいですが以上です。